クララム郡はアメリカ合衆国ワシントン州北西部のピュージェット湾と太平洋に挟まれた郡である。2010年国勢調査での人口は71,404人である。郡庁所在地はポートエンジェルスであり、郡内では人口最大の都市である。郡名はクララム族インディアンの言葉で強い人々を意味している。クララム郡は1854年4月26日にオレゴン準州議会によって設立された。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、郡域全面積は2670平方マイルであり、このうち陸地は1739平方マイル、水域は931平方マイルで、水域率は 34.86% である。クララム郡にはアラバ岬があり、ワシントン州と大陸アメリカ合衆国の最西端であり、経度は124度43分59秒である。またアラバ岬の近くにオゼットの町があり、大陸アメリカ合衆国の最西端の町である。フラッタリー岬以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。クララム郡は概して政治的に拮抗する地域とみなされている。2008年アメリカ合衆国大統領選挙では民主党候補のバラク・オバマが投票総数の 50.5% とかろうじて過半数を確保し、共和党候補ジョン・マケインの 47.2% を抑えた。しかし2004年の選挙では、共和党のジョージ・ W・ブッシュが、ジョン・ケリーを 51.3% 対 46.3% で抑え、さらにその前の2000年選挙では、アル・ゴアを 50.4% 対 42.7% で破った。ただし、2000年の場合ワシントン州全体では、アルゴアが勝利した。クララム郡は1980年以降当選した大統領候補を選んでおり、選挙の行方を占う郡となっている。郡庁所在地かつ最大都市であるポートエンジェルスでは民主党候補が概してかなりの得票数で勝利を収めている。スクイム市やその周辺が票獲得の決戦場と考えられている。ただしその中でもベルヒルのような新興開発地は共和党寄りである。フォークス地域はインディアン居住地を除いて共和党寄りである。ニーワン周辺のマカ族居住地は州の中でも民主党支持が強い場所である。スクイムに近いブリンやジェームズタウンなど数カ所を除き未編入領域は共和党を強く支持している。ありがとうございます。